さあ両国決戦はユナイテッドナショナルヘビー級選手権試合を迎えました。天竜対ヤツ、激しい戦いになりそうであります。さあ大きな16ビートヤツのテーマであります。いかにもジャパン軍の若大将らしい過激な躍動感あふれるテーマであります。さあやってまいりましたヤツ、今最も乗っている男、絶好調ヤツ、現インターダックチャンピオン、入学乗れてまいりました今リング上。さあ今夜は天竜との一騎打ち、天竜を下して俺たちの時代を高らかに歌い上げることができるかどうか。さあそして池で立つ第25代ユナイテッドナショナルヘビー級チャンピオン天竜の入場であります。ヤツとの対戦はこれが3回目、いずれも決着がついておりません。さあ今夜こそヤツとの決着をつけてチャンピオンの貫禄を見せるか天竜。今天竜は AWA 戦、あのハンセンとの戦い、そのハンセンを圧倒した自信に満ち満ちております。さあどこからやってくるか天竜、やってまいりました全日本プロレスの上りが立つその中を天竜やってまいりました。何が何でもヤツを破って、さらにはインターダックベルトを奪還して長州との宿命の対決を、宿命の対決を、それが天竜ファンの願いであります。ヤツよ、お前がアマレスのチャンピオンなら俺は元前頭筆頭の天竜だ、どんと来いヤツ、こういう気持ちでしょう。日本テレビ並びに番組のスポンサーより豪華な花束が両選手に贈られました。ユナイテッドナショナルヘビー級選手権試合60分の一本勝負です。挑戦者のこれがヤツであります。ユナイテッドナショナルヘビー級選手権試合タイトルマッチ宣言が今読み上げられております。これがユナイテッドナショナルヘビー級黄金に輝くベルトであります。再びこのベルトを巻くことができるか天竜。落ち着いた表情です。そして挑戦者のやつ、第26代のニューチャンピオンになることができるかどうか。ところは両国国技館、燃える両選手であります。今満員のお客様にこのユナイテッドナショナルヘビー級のベルトが確認され、そして今本部席の方に預けられました。両選手の紹介であります。ユナイテッドナショナルヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。どうぞ挑戦者ユナイテッドナショナルのヤツ吉明。みんなで仲間入りをしたいヤツ吉明。ユナイテッドナショナルヘビー級選手権者260番の天竜。 UN チャンピオンと書かれたジャケットを今脱ぎました。第25代ユナイテッドナショナルヘビー級チャンピオン天竜。さあ両選手試合前のボディチェック、リングの中央に歩み寄りまして視察戦が続いております。さあ山田さん、天竜にとりましては待望久しかった防衛戦ですね。いい相手を選びましたね。本当ですね。もうこの相手ならばね、はい、今不足ないでしょう。堂々の戦いをやっていくと思いますね。両選手の表情どうですか。非常に緊張してますね、はい、やっぱり気迫が伝わってまいります。ヤツ、お、ヤツコールだ、ヤツコールだ、いや天竜コールも半分聞こえる。両選手のコールが相半ばしております。両国国技館ユナイテッドナショナルヘビー級選手権試合、角度を変えてご覧いただいております。さあ先制攻撃、天竜だ、ショルダースルー、そしてグラウンドの展開、しかしヤツが切り返していった。山田さん、この天竜はとにかくヤツと決着をつけたかったというシリーズでしたね。そうですね、はい、まあ、そのいわゆる最終戦でね、そのチャンスが、蹴りをつけるチャンスが巡ってきた、はい、まあ、心中ね、大いにやる気満々、はい、こういうところでしょうね。馬場さん、もともとこの両国決戦では PWF タッグ、ハンセン・デビアスとの戦いの予定でした。それを馬場さんに直訴して実現した一戦、それだけにその凄まじいその気持ちというのが伝わってくるんじゃないんですか、馬場さん。そうですね、こうやってあの天竜がね、腕を取って、はい、やっぱりレスリングの技でね、やつを倒していくっていうのは、はい、なんかこう天竜ずいぶん変わったなという気がしますよね。そうですね、変わったなというよりもよく研究してるなというね、はい、山田さん、
この道場では本当に天竜選手練習の虫ですし、新しい技も開発するし、レスラーの鏡だというね、選手からもファンからも声がありますよね、はい、非常にそういった意味でね、天竜選手というのは変わりましたよね、今日の試合なんかも実に意欲的にね、まあ、今馬場さんからも指摘があったけれども、強引なまでに腕を取っていってる、はい、しかも非常に上手ですね。そうですね、何しろ相手はね、全日本アマチュア選手権で優勝した八津選手。あっと、おっと、ありましたね、山田さん、一発ありましたね。天竜腰から落ちました。今度は相撲の張り手張り、山田さん、まあ意表をついた攻撃ですね。ただオープンハンドですからね、これは、はい、さあ天竜の頭をよぎるものは何か。ちょっと左頬を気にいたしました、八津の張り手、八津の張り手。そもそもこの天竜がユナイテッドナショナルベルトを返上したのは今年2月、札幌でのインタータック選手権、その防衛戦で八津にピンフォールを奪われて、ベルトを奪われまして、それで返上したわけであります。因縁の一戦、さあ今度は天竜が行くか、見ましょう。馬場さん、いかがですか、今のです。天竜クリーンに分かれました。まあ八津がね、防いでましたからね、引き。さあ天竜が行くぞ、今度は力でお返しだ、エルボー、なんか山田さん、身が引き締まるような、いやー、うん、思わずうなり声を出してしまいましたけどね。パワーボムか、スモールパッケージホールド、また返していくやつ、カウント2。山田さん、どうぞ。いやー、なんともね、すごい、あそこでまたスモールパッケージが出た、はい、もう本当にね、その奇襲攻撃というか予想外の展開ですね。お、それで天竜選手はね、はい、なんかレスリングの技で技でというチャンピオンらしい試合をね、考えているようですね。今度は八津が足取り、これはアマレスの技であります。そしてグラウンドにも仕込みました、八津義明であります。そのユナイテッドナショナルのベルトを返上して、王座決定リング戦では八津が負傷欠場しまして、天竜は不満を残したままチャンピオンに返り咲きました。今決着をつけるべく一騎打ちを行っているわけでありますが、この一戦の前にも一騎打ちがありましたが、マシーンの乱入で5月ぶち壊されております。これが3度目の決着戦、立ち上がってこいと言っている。そうですね、山田さん、そうですね、スタンディング、しかしグラウンドでもね、選手なかなかうまい攻めを見せてましたね、はい、こういった一冊を見ますと白熱した試合は必死でありますが、さあいった、天竜ジャンプ、天竜ジャンプ、天竜ジャンプ、4連発だ。堂々たる声援、両選手に飛んでおります。天竜の表情、言葉はいりませんね。まさに戦いですね。戦いであります。熱い戦いを繰り広げている。そのまま力で持っていった。しかしカウントワンであります。両選手とも現在体調はベスト。天竜の膝、手首、そして肘の故障が治りました。やっと決着をつけるのは今しかない、このように言っていました。控え室、今勝負の方は5分が経過してまいりました。5分が経過しました。ユナイテッドナショナルヘビー級選手権試合、八津が距離を詰めていきます。ブルドッキングヘッドロックの体勢、打った、足が打った、八津吉明のブルドッキングヘッドロック。さあ動きが速くなった、エルボーを落としていく、いやダブルチョップ、そのままタイムアーベストカウント2。まあしかし山田さん、この天竜が AWA 戦反戦をもう少しのところまで追い込みましたからね、血だるまにするね、はい、壮絶な一戦、あの一戦でね、私は天竜選手非常にまた一段とね、自信を深めたんじゃないかと、まあ、それだけにね、今日の一戦ね、何が何でもというね、気持ちで見てますかね。そうですね、馬場さん、あの一戦は天竜にとってその良さが一番よく出た試合じゃないですか。そうですね、まあ技的にはね、そんなに、はい、見るものはなかったんですけどね、ファイトが素晴らしかったですね。まあ、こう見ますとユナイテッドナショナルチャンピオンとして全日本プロレスの大黒柱として成長したな、こういう感じ受けますね、山田さん、あ、馬場さん、はい、大きくね、そうですね、日に日に成長してね、はい、もう本当にここまでよくやってきたなという感じがしますね。
とにかく相撲界にから、このプロレス界に入って初めて巻いたベルト、ユナイテッドナショナルヘビー級のベルト、これは誰にも渡せない、このように言っています天竜。後ろからフェイスロックでしょうか、いや腕も固めています八代明。まあこのマシーンもそして原も八つもこの天竜のプロレス道に惚れた、そのようなことを言っていますが、馬場さん、この天竜のズバリ魅力どう考えていますか。あのね、やっぱり何も言わずにね、黙々とやるというところの魅力でしょうね、はい、山田さんはどうですか。やっぱりその通りですね。いつも私言うんですけど、不言実行型、はい、もう本当にリングが上に上がるとね、どういうものが出てくるかわからない、いつも期待でワクワクするんですよね。まあ、あまり物は喋らない天竜でありますけど、それだけにこの内に秘められたパワーというのはすごいものがあるわけであります。この天竜、グラウンドの展開になってまいりました。鶴田長州に劣らない内容でこのハンセンと渡り合いたい、それをやってのけました。ハンセンと並んだことを満点下に証明しました天竜の AWA 戦。そしてこの両国でも鶴田長州天竜がそれぞれシングルマッチがあります。山田さん、これも負けられないですね。内容で、そうですね、はい、お互いに競い合いになりますからね。そうですね。さあ今度は八つの反撃か。八つも耐えて耐えて、そしてこう攻撃を仕掛けていくんです。さあ天竜の腰が落ちた。伸身機か、ニーリフトか、膝を打ち上げていきます。さあスタンディングポジション、ヤツが行く。さあ、おっと、カナダスープレックス、フラントスープレックス、アウト、アウト2。今度はヤツがペースを握り返した。ヤツの反撃が始まった。今度はバックドロップ、これは怖いですね。怖いですね。あの大技を連発されるとね、はい、おっと危ない、ロープですね。ロープブレイクであります。まだまだね、天理選手のことがスタミナがあると思いますけども、はい、何しろ大きな技をね、連発されると怖いですよね、はい、馬場さん、この八つの怖いところ、山田さん、馬場さんはどうご覧になってますか。そうですね、この大技がね、連発されてね、はい、で小技でポッといかれるっていうのが一番警戒しなきゃいけないですね。あと大技、これは山田さん、ちょっとね、はい、変形のバックスラムでしょうか。そうですね、強引に持ってきましたけどね、はい、豪快に体を決めてそのまま後ろへ投げました天竜。しかし八つにもあのロードウォリアー、そして天竜を仕留めたジャーマンスープレックスホールドがあります。さあここでボストンクラブの体勢だ。八つの腰を折りに行った、背骨を折りに行った、リングの中央、今度は片指に変えた、今度は片指に変えた、背骨を折りに行った。この攻撃は馬場さんどうご覧になりますか。いや非常にいいですね。はい、なぜですか。もう全然あの、はい、隙がないでしょ、やつが動けないですね今、はい、天竜の腰が、腰についてますからね、はい、腰を痛めるということは、やつもジャーマンも警戒していると。いや腰じゃないです、あれはもうもも関節、股関節ですね。股関節ですか。これで動きが止まるんですか馬場さん。止まります。片指が球を見せました天竜であります。そして次なる攻撃は、さあなんだ、おっとヒップアタックですか。ヒップですね。いろんなことやりますね。積極的に攻めていきます天竜。そして今度はなんだ、出ました。この技の組み立て、流れどうでしょうか馬場さん。いやいいです、この後が問題ですよね。10分経過、この後どうしていけばいいんですか。いやもう攻めるにかもうしかないんですよ。攻め、さあその天竜の攻めを見ましょう。しかし八つのスタミナは無尽蔵だ。山田さん、本当に感じですね。いいところで反撃してきますね、はい、あれだけね痛めつけられた後でも、簡単にドロップキック出してきますからね。連発、連発、八代昭鶴田天竜長州らとともにニューリーダーの仲間入りをしたいんだ。その八代昭サクセスストーリーが今始まる。3連発、ドロップキック3連発。馬場さん、この八つの3連発ドロップキックどうでしょう。ちょっとね間が空きすぎるんですよね、3発やった割にはね。そうですね、確かに連発という感じではありませんでした。そして今度はやはり天竜の今度は反撃です。この辺は一進一退の攻防だ。ジャーマンかジャーマンかジャーマンか、いやそのままもつれて、そのままもつれて場外であります。そのままもつれて場外であります。さあどうなっていくのか、試合の展開荒れていくのか、両者リングアウトになってしまうのか、どちらかが生還するか。青い鉄柱攻撃だ、安が生還だ、安が生還だ。さあ王者天竜はまだリング外であります。リング
外であります。今エプロンサイドに足をかけました。今中を伺っています。これまではお互いの残るフィニッシュホールドを滑り出した両雄ですが、技を一つずつ自爆させました。村塚八丁か、村塚八丁か、苦しい苦しい、円錐を狙っている。コーナー近くで円錐、さあ天竜が先にスタンディングポジションを取るか。ヤツも起き上がる、ヤツも起き上がる。さあ気力での勝負、大きなリアクトを返した。ジャーマンだ、危ない、天竜危ない、危なかった。山田さん、いやもう2ポイント半ぐらい行きましたね。馬場さん、この爪の甘さを言われていたやつですが、どうですか今の爪。まあ現場方も行くまでにね、やつに攻めが足りなかったと思うんですよね。ラリアット、ラリアットでありました天竜。さあ勝負どころか、走り込んだ、走った、そのままラリアット。しかし八つが間一発かわしたか、天竜は置いて中に激突か。そのまま両者同体でリングの下、ああ左肩、左肩が真っ赤だ、倒しかめている天竜。ちょっとダメージどうですか山田さん。あのしかしね、はい、2発目のラリアットもかろうじて当たってるとは思うんですがね。当たっては見えましたね、でも、はい、自分も転落しましたね。もう全速力で走ったラリアットですが、さあ今度は場外バックドロップを狙う。タイガー・アットリーのカウントが進んでいるぞ。さあそのままもつれ合うように、もつれ合うようにレングが家へも入ろうとしますが、ここでガング、ヤツが天竜は返さない。チャンピオンの攻め、チャレンジャーの攻め、攻めも攻めたり守りも守ったり、延長コールが起きている。タイガー・ハットリーのジェスチャーは両選手リングアウト。山田さん、そうですね、そうですね、両選手リングアウトというコールであります。まあ、これによりまして天竜は、第25代ネイテッドナショナルヘビー級チャンピオン、ベルト防衛ということになります。ちょっと山田さん、今の一戦振り返っていただきましょうか。両選手リングアウト、最終的にはね、はい、両選手リングアウトなんですが、はい、天竜選手が戻ろうという体力も意志も十二分にあったと。ありましたね。これをまあ八つ選手は外、完全にあのリングの外にいて、はい、足を掴んで、まあ、あの無理やりリングアウトに持っていったと、はい、まあ、私は優勢で、明らかにチャンピオン天竜、これは防衛は妥当だと思いますね。馬場さん、この今天竜、やつは負けたやつは引き上げますが、天竜に一言、王座防衛しました。山田さんは優勢勝ちと、立派な防衛ということになりましたが、そうですね、はい、ですけどもね、まあ、お互いにね、いい技を出しましたしね。馬場さん、マシンですか。マシンですね。マイクを持って何か言っております。そしておっと、今なだれ込んだマシン、後ろから後ろからジャーマンだ、ベルトを巻いた天竜をジャーマンだ。そして疾風のごとく引き上げていくスーパーストロングマシン、一瞬の出来事、まだリング内を刺して天竜を挑発している。今、まあ、このシャツ姿でそのまま天竜にジャーマン、今花道を引き上げました、不意をつかれました天竜。いやいやいや、驚きました天竜とやつ。この今防衛戦のお話を伺っていたところなんですが、山田さん、スーパーストロングマシン、まあ、天竜とも一騎打ちしたことがある中ですがね。そうですね、はい、まあ、しかし今のね挑発はいいんですが、はい、ああいう不意打ちのねスープレックス、感心しないですね。思えばこのスーパーストロングマシンにもユナイテッドナショナルヘビー級初防衛を開拓も1回、第1回目の防衛を果たしております天竜ですが、そのスーパーストロングマシンが不意打ち、闇打ちであります。どうなってきますかね山田さん、まあ、こういう卑怯なことされたんじゃね、はい、チャンピオンとして天竜選手もね黙ってるわけにいかんでしょう。そうですね、これが天竜であります。ベルトは防衛いたしましたが、またまた新たな構想が生まれそうであります。